2017年8月の31日夜中の3時31分ですまったりやろうまったりね和子でございますおおりかちゃんこんばんはまったりやるわ今月も皆さんお疲れ様でしたたくさんの、えー、ご視聴ありがとうございますまったりやります 腹減ったな。お腹すいた。皆さんどんな一ヶ月でした。今月は。ああ、なんか疲れたな、ずっと。 のんびりまったりだいいねのんびりまったりいいねうんまったりやるわ疲れたそっか寝てるね 時間がが経つのがねね早いよ、ね、本当にもう32だもんな人生あっという間だねなんか若い頃とかさもう本当に永遠にさ人生が続くんじゃないかと思ってたけどそんなことないね人生なんてあっという間だよね本当にあっという間 腹減ったな。 でもあれだね、ニコ生さっき枠やってみたんだけどさ全然やっぱりツイキャストふわっちから見てないみたいねなんか捨て頃もんか斬新だったらしいよ見たことないって言ってた。 末争いすげえな本当に花火大花火700発すげえな頬花火700 <laughs> ぶっ壊れてんな本当にへえ行き方見てみようかな今度。 池風って見たことあるみんな俺一回もないんだよねすげえすげえ大花火上がってるよタータンっていうのが1位取るのかタータン今いくつだあタータンが勝つのかな今日はあタータンがぶっちぎりだノアが負けてタータンになるんだすげえな なんか思ったけどさ最近のさフわっちの傾向とか配信会の傾向っていかに嫌われないでやるかっていうのがトレンドだよね嫌われない嫌われない昔はさガンガン嫌われていっても固定のファンをつけてくっていうのがさ主流だったじゃん今なんか変わったよね嫌われないであのー、やってくのが 一番いいんだろうねああ攻めた配信ってあんまないもんね。ニューカマーは出づらくなってくるだろうなこんだけ。 有名どころだらけになってくると。 このさ、携帯電話で見た時にさ画面の色が違うのって何なんだろうこれ設定できるのなんか色が選べるのかなどうやってやるんだろうなんか設定があんのデザインカラーテーマフレーム あ、これ選べるんだえあーエミネムさんどうもどうもこんばんは夜分遅くにありがとうございますえー携帯配信だと選べるんだカラーテーマってどうですかエミネムさん最近調子は調子はどうですか エミネムさん捨て頃あたりからでしたっけ見ていただけるようになったのって自分の言いたいことも言わず課金のために魂を売るのが話堂の配信かいや言いたいこと言ってるよ俺全然言いたいこと言ってる言ってるあー椿さんフォローありがとう全然言いたいこと言ってるよなんで言ってないように見える「儲かりマシーン」って <laughs> またまたなんか暗くね うんちょっと疲れてるからまったりやってるええー、そんな古くからええー、あじゃあもうだいぶですね3年ぐらい見てええー、ありがとうございますあエミネムさんそんな古くから見ていただいてたんだああ知らなかったなかなか古いっすね エミにぼったくられてた頃 <laughs> ぼったくられてはないですけどねシャンパン入れろって言って <laughs> 無理やりシャンパンを入れさせられたっていうまああれはあれでね放送盛り上げるためだしエミさん面白かったな懐かしいなあれあの後にあれだっけあの配信の後に SM 配信があったのかな エミさんなぁ復活エミさんもう作家だもんなぁ漫画家先生ですもんねまさかエミさんがベストセラー作家になるとは思わなかったもんなぁいや俺エミさんは本物だなってマジで思うもん配信っていうカテゴリーから離れてブロガーでトップ取ってアメブロででその後漫画家でしょえー、たまに配信やってんのあーツイキャスでね でももうがっつり配信者じゃなくなったじゃん。エミさんも。エミさん、綺麗だったなぁ。可愛かったなぁ。勝ち組っていうかなんか、持ってる人っていうかさ、才能を感じない配信会でさ、こうトップ取るのも大変なのに、配信でも自分の漫画でもトップ取るって、やっぱりもう、生き様から勝ってるんだなっていうか。 本当にすごいんだなと思うよ、うんやっぱ面白い人は何やってもうまくいくんだろうね、うん、だってさみんなある何かでてっぺん取って全く別ジャンルでてっぺん取る自信ある。 配信の後に漫画家で売れるってすごいよね浅野先生の場合は俺違うと思ってんのよなんでかっていうと何かで実績を得て配信に降りてくることはできるんだよその何かでブランドを作って配信に降りてくることはできるじゃんだけどそのほら浅野先生の場合グラビアとか漫画家とかあでも どうなんだろうエミさんの場合は登っていった感じがするんだよな同じなのかな、まあ、浅野先生すごいかんな美貌がマジかわいいかんねあれはずるいよね浅野先生のあの FC2 の釣り配信好きなんだよね <laughs> 見せると見せかけて絶対見せない それこそなんか浅野先生とかさ、ふわっちとかやりそうだけどね。やらないのかな。そう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 。配信からのし上がっていった感じなんだよね。浅野先生はほら、グラビアとか芸能界とかつながってるじゃん。だから、その、芸能人が降りてきた感覚なんだよ、俺からすると。ネットの客を取りに来たっていうかさ。 わかるでしょ芸能人だから芸能人がネットに来るパターンに近いと思ってて由みさんの場合はネットでのし上がってさらに別ジャンルでのし上がったって感じなんだよちょっとなんか感覚が別わか,かるでしょなんとなくその感覚浅野先生はさだってぶっちゃけ何やってもうまくいくじゃんこの美貌があったりコネクションがあったりしたら、まあ、ゆみさんも可愛いけど エミさんセンスでこう上がっていった感覚なんだよね浅野先生はさグラビアで見るより生放送で見た方が可愛いよねな芸能人こんだけ可愛いのに芸能界で通用しないのかっていうのはびっくりするけどねこんな美人で通用しないのみたいな <laughs> だかわいいだけじゃダメなんだろうね芸能界もあれ青山学院大学だっけすごいよね青山か、うん、超ニコ生見てましたニコ生やってみたけど なんかつうんだろうなんかもう <laughs> ニコノもさっきやったんですよなんかこう懐かしさがなかった、うん、懐かしいみたいのがなくてあー今こんな感じなんだっていう元気がなかったっすね ニコノマやったさっきうんツイッターで告知流したからツイッターフォローしてる人はね見に来てくれたと思うけど人いなかったっすね <laughs> <laughs> まあ俺が久々やったっていうのもあるだろうけどあのアクティブ7とかだったかなアクティブ7だったけどそれでもいい方なんだろうな50位入ってたから寂しかったっすね いや、笑うっしょ、うん、ニコ玉ね、あの、テコ入れしてももうダメだと思う <laughs> テコ入れしてもね、きつそうな感じがした プレミアム会員の率が低いのそうだね、うん、不ワッチ来るよねやっぱりだって稼げるんだもんでも本来正しいと思うんだよ俺はあのある程度有名になったら稼げるっていうのは普通に考えて普通のことだと思ってて今まではさ個人振り込みとかしかできなかったわけじゃんそれがねやっぱおかしかったんだよ 業界として普通になったと思ってる俺はプレア化やめちゃうよね久々ログインしたもんねブックマークもしてなかったもん NLE っていうニコ生ライブエンコーダーを落としてさ国吉さんこんばんはネラさんも来たねほんとみどりさんぐらいじゃないの大手レジェンドやってないの ねえ熱産も来たもんね俺熱産は来ないと思ってた熱産が来るのはでかいよ浅野先生って俺と同い年ぐらいじゃなかったっけ確か。 綺麗な人だよな前からオファーオファーあったっていうか運営さんふわっちの運営は大手さんにメールを送ってる DM 送って「ぜひうちでやってください」ってそのなんて言うんだろうギャラが交渉とかそういう契約とかじゃなくて「ぜひうちで一回やってみてください」って「稼げるんで」っていうそういうなんか長文で。 くどいてるよずっとそそそそう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 ,そう、ね、特別な契約はできないですけど何々様だったら絶対担げると思うんでって言って大手さんにバンバン DM 送ってる攻め,攻めてるんだよねサイトが自信があるっていうかさうちでぜひやってくださいっていうマイクマイクここにあるよここああああ。ああ孫悟空さんいらっしゃい あーでもニコ生やったら言われたね稼いでるらしいなーって <laughs> 噂になってたみたいよいくら稼いでるんだってお前100万稼いでるって本当かとか100万はさすがに言い過ぎだわーっつってそんな稼いでねえわなんか多分向こうでは稼げてることになってるんだろうね多分100万100万って言ってたから100万って噂になってるんじゃな人の噂なんか適当だよな本当に。 俺全然稼いでないよ。ブレない緑はすごいのかな俺は好き。あの、緑さんのキャラクターは、なんだろう、ブレたらやばいと思ってて。逆にここまで徹底してこない緑さんは、俺はすごい好感が持てるかな。今月いくら今月はだから、マンスリーランキング見たら分かりますよ。そこなんだよ。 俺から言う必要がないんですよあとは暗黒好きだよな俺は暗黒のノリはすごい完成度が高いと思ってて昔結構憧れてたんですよあのスタイルとしてあのすげえ完成度が高くて羨ましいと思ってて今はないけどねもうみどりさんはみどりさんで俺は絶対できないっていうの分かってるから暗黒の受け悪いし。 ただ、あそこは羨ましいですね。リスナーの層が。うん。あんだけ統制の取れた配信ってないから。リスナーさんに恵まれてる。暗黒塾の方が古いですね。えっ、ー、と、暗黒塾は僕が配信を始めて1年目なんですよ。えー、多分、1年目か1年半ぐらいなんで、デビューしてから。から暗黒塾の方が歴史としては古いです、僕の中では。 かける75いや、あんたね、80%でいいよ。ギャリーさん。かけ8が現金収入かな。ちょっと見てみようか。えー、マンスリーのポイントが、俺いくつだ。えー、っと、6370か。ちょっと待ってね。6、63700かける0.8は、 あ、0.8じゃない。今月変わってる。要はね、ポイントの方が多めに表示されてる。0.7かな。0.7じゃないな <laughs>。あのね、相当低くなってる。0.65ぐらいだ、俺 <laughs>。計算方式変わって見え張ってるね。えー、かける0.65かな。 ちょっと待ってね6 3 7 0 × 0 6 5 0 6 5ですね <laughs> うん0.65ぐらいですね、はい、ああそうなんだ暗黒からだったらもう古参ですよエミネムさん古参です古参ですみどりさん裏方ねすごいいっぱいいるからね もうだからその業界の人がいっぱいいるからね猪狩さんその名前が挙がってない人もいるから画質いいかな、うん、他の歩は最新車に比べたらいいと思うけどコンドームマンね懐かしいね、うん、結構古いね まあまあでもそっから古くね見ていただいてる人からするともうなんて言うんだろうだいぶ育てた感はあるんだよなかなか不敵なねえこんだけ才能のないやつをコツ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 よく育てたわっていう感じが出てくるでしょうもう3年も育ててるとリスナーさんの中であるのこいつは伸びるっていうのは 俺は結構あるんだけどね。あ、この配信者絶対伸びるなっていう。マドちゃんが女の子と二人でアパートで配信していた頃。ええー、みーちゃん。孫悟空さん。もしかしそれ多分初めて半年ぐらいだよ。やば。超子さん。うん。エセアカは配信やってるよ。昨日もなんかマンスリートップ10狙うって配信やってたよ。うん。 むしろ俺、ふわっち来た理由、エセアカだからね。エセアカに、マギフの課金の仕方を教えてもらうためにコメントを打って、ふわっちに行こうっつって、ふわっちエセアカいるってのんちゃんに教えてもらって、コメントで教えてもらったの。何のサイトで課金すればいいっつって。何やってんだろうね。わかんないけど。エセアカ、夏いっていうか現役のプレイヤーだわ。<laughs> もう亡くなった人みたいな。 あいついたなみたいな、うん、何やってんだろうね、うん、初期から和ちゃん面白い配信してるねどうなんだろうねまあ見てくれてる人っていうかねずっと追っかけてくれてる人はまあ面白いと思うんだろうねまあだけど一般受けはしてないよね全然ね、うん、一般受けは全くと言っていいほどしてない、うん とこでもエセアカの名前出てるあ、まあエセアカはね万人込みを言ってるからねエセアカと橋本クモ君絡みにいたへえまあまあまあいい組み合わせだよね初期の頃から面白い放送どうなんだろうな当たり外れが結構でかいような気はするけど、うん なんかでもだんだん分かってきたのが毎回ヒットを飛ばすわけじゃなくていいっていうのがだんだん分かってきた月に1回2回ぐらいの頻度でその閲覧1,000超えるぐらいに今で言うと500とか1,000とか超える放送をやるといいんだっていうなんかそのなんだろう新夜中とか金杯さんとかもそうだあまあ金杯さん常に閲覧モンスターだけどでもそのスマッシュヒットを出す配信は月1回2回なんだよ それをみんなで回してくっていうやり方エセアカは分かるすげえかわいいんだよねいやふわっち来る前から太ってたんだよ多分ね相当昔の記憶があるんだよよさフふわっち来る前から太ってた俺初絡みの時はもう太ってた和服着てたねうん 外配信まあ外配信とあとコトカの絡みだよねコトカもう有名っていうかもう大定番は喧嘩カ凸の頃は痩せてたあの頃はだから痩せてたんじゃなくてホームレスだったから飯が食えなかったんだよ生活保護成り立てだから <laughs> 喧嘩カ凸をやってたわけじゃないんだけどあれは一番最初の頃で生活保護どころかホームレスだったから飯が食えなかったの本当に龍女だよ うん、和服ね。憎めないって言ってる人はここ1年1時間以上見てない人じゃないかな。すごい憎めると思われます。にらたまちゃんはエセアカ見てんの結構。エセアカどうなんのいや、あのね、俺エセアカの憎めないっていうの分かるけどね。ただキャラがハマんなかったんだよね、ふわっちで。 結構最初の方にやってたそれこそ立役者のはずなんだけど金金金って走っちゃったんだよね金にいや龍樹っていうかねあの和道が「和道」って呼ばれてたんだよ初期の頃うなちゃんまんのとこに「何て呼ぶんだこれ和道か」っつってずっと和「和道和道」って呼ばれてたのみんなにだからその「龍樹」っていうのは触れられなかった 和堂っていうのは和道っていう下の名前だと思われてたでいつぐらいからかな和堂って定着したの、うん、結構みんな昔から見てくれてんだね昔は可愛がったけど今可愛げゼロでって人を騙すことしか考えてないあそうなんだへんあ、俺はだけどなんかこういろんな歴史が詰まって って言ってるじゃん配信会にゆうちゃんそうどうもなんか俺があのー、やっぱ面白いなと思って見てたのミュ劇団ミュはすっっげー面白かったね水星のように現れてすっげえチヤホヤされて3日くらいチヤホヤされたと思ったらもうステマ的な感じもしたけどさなんか美人すぎる生主っつってもてはやされてブワーいつら集まって。 で3日ぐらいは良かったんだけどみどりさんがなんかディスった瞬間に流れが変わって暗黒の人がウォッチし始めてなんか劇団が始まってもうすっげえ面白かったあれ裏で裏でさ絵描いてる人がいてさ目薬とかさ犬がキャンキャンとか吠えたりさ <laughs> 急になんかお兄ちゃんが亡くなっただか彼氏が亡くなった設定とかさもうみゆは最高だったよねもうあいつ役者だよね いまだにあんな完成度高い配信なくないあっ香川そう香川さんと絡んでたりさもうさあれは裏で台本書いたやつ天才だと思ったもんあのー、カンペを出してたやつもう最高だったねあれはあれはまあでも寿命が短いよなああいう本当に面白いのはそれこそテレビ的な作りだったけど面白かったよミュうは。 本当に面白いのってやっぱ絵描きがいないとダメなんだよねなんかねえ台本台本っつって台本嫌う文化があるけど台本が綺麗な方が面白くない <laughs> あれは面白かったな仕込みっていうかあ綺麗だよねすごいみゆさんめちゃめちゃ綺麗だよね笑ったよねうん <laughs> あとなんかツイッターとかにさ、裸足の写真を歩くツイートとかさ、なんかちょっとやメンヘラの病んでるツイートとかをしてさ、その放送の前の時間に振りが完璧にこなされてて、連動してて、あれはもうずるいよね。あんなそ逸材ないでしょ。あれは何がやりたかったんだろう、う結局。あれは何だったの全く意味がわかんなかったんだけど、結局何だったの ミウは何だだっったんだろううていうあれは最高だったよね。生主好きの人が何か仕掛けたのかな。あと何だろう面白かった放送。いろんなのなんだかんだ。あ、まあだからもう生で体感したのはロハコ事件だよな。ゴシャブ事件はもう一生忘れることがないだろうな。 泡万博の餌ーいやそこそこまで手の込んだことやるかなどうなんだろうみんなの中では何一番面白かった配信ってどんなの配信の歴史の中でフ <laughs> うミウまた見たいもんな あーロハゴシャブ事件は違うんだよ放送で載ってないところも知ってるわけじゃん俺はその放送をずっと回してたにしてもそれでも30分とかん空きの時間があるわけでしょ俺にそこも面白いんだよまた「あキングね」ね渋谷のいやあれはもう本当にあの神がかってたなと思っても柏木も神がかってるし ねえロハコさんも神がかってるしあそこは乗っかろうと思ったよね本当にこれは悪ふざけするところだと思ってまあ悪ふざけしたらまあみんな響く響く <laughs> でもねあれね本当だからその配信に映ってないところで言ったらもうみどりさんがずっとロバってさ Q を出すわけよキスできんのかキスできんのかってずっとロバってんだよ汚ねえよとか思って もうね、もうおもちゃにしようとしてんの明らかに <laughs> ずっとのばっててカメラずっと内側向かないでさこっち側ばっかりでもうゴロリとか震えてたかんで、こうやってカタ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 もうゴロリなんかもう笑いころえてカタカタ震えてんの二人でこいつら汚えとか思ってだま <laughs> せてはだませてるんだよ 騙騙せせてるのは騙せてんの本当にゴロリさんとみどりさんはゲイだと思い込んでるんだけどそのこっちとしてはさキスってなるわけじゃんあれは面白い配信で和藤さんの人が出てたねコメ流れたコメント流れたなんでもうずっとブワーの状態だもんなあれ緑あみどりさんの放送で好きなの俺はなんだっけあの女の子がさ夜中徘徊するやつなんだっけ痩せたーいだ 知っみどりさんの放送の「痩せたい」ってやつあれはすごいギリギリだなと思ってあれはすごいギリ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 アウトな放送だったよねただもうすげえ面白かった痩せたいは知ってる人いる痩せたい知ってるうん「みどりの蚊」の配信で公園に放送に呼ばれたのは笑った の配信、うん、そうそう引っ越してそうそうそう女の子のうんそう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 途中まで良かったんだけどやっぱりみどりさんの判断正しいよねあの子を追いかけないっていうところがその途中まではそのネタになると思ってたけどだんだんそのあやばいと思ってシフトチェンジしていくなこれうねあかんと思って。 そういうところがやっぱみどりさんプロだなぁと思うよ、ね、そのギリギリ、そう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 。でもまあ、その街歩いてる中でアンテナを張ってるなっていうのはもうわかるよね。プロっていうか。○○さんばあがありがとう。こんばんは。和藤さん、あのさっき、あー、ニコ生でやってましたよ。ニコ生ですよね、多分、○○さん。 ニコ生のことでしょあの子が緑を警戒してたしなうんあれはあの判断で正しいとは思ってるっていうか、うん、やっぱ緑さんはそのネタ収集っていうかアンテナの張り方がすごいよねいやプロだなって思うだから街歩いててもやっぱネタ探すもんねであのー やっぱりねドレさん売れるってずっと言ってたでしょ閲覧ない頃からあのねあのー、スパーリングとか教えてもらってたじゃん練習とかやっぱりねネタアンテナ張ってくれるんだよねそういう人ってで若い子はねアンテナ張ってないダメ、うん、だから自分からネタを拾いに行けないんだよねうんそこでわかるよ そのアンテナを張ってるかどうかっていうもしくは仕込みをしてるかどうかっていうドレさんはでもどちらかというとプロリスに近いからねもうあの配信が大好きな人じゃんドレさん自体が配信見るのが好きっていうかだからそのノウハウがある程度体の中にあるとか頭の中で構成が立つんだろうね。 ここの人はこののの人人ははパパタターーンンああでやるで自分のキャラに合ってるかっていうそのシナリオが多分頭の中に入ってるんだと思うよ何をやったらリスナーが喜ぶかっていうのを分かってる頭がめちゃめちゃいいんだろうねだからでも女でスキャンダルになるとは思ってたけどまさか跳ね返すとは思わなかったね潰れると思ってたけどああ ここは僕んだぞーってあれでも動画で見ても面白くないんだよねやっぱりあの時のこやっぱ生放送の醍醐味ってさ23日のエピソードだ。でも5分だけ見ても全然面白くないんだよね。そうずーっとためにためたさドタバタ劇があってあそこでその鮫島さんが煽りにあおってっていう振りとかさ。 そう鮫島さんのキャラ柏木のキャラ和道のキャラ野田沙織のキャラって全部把握してて初めてあれ成立するんだよねうん最近では石野にも閲覧負けてて草そう面白いうんこれは全然石野は全然才能あると思ってるしあれでみんな知らないかもしんないけどアイテム投げれば投げるほどおすすめに乗るから あの,一種の花火数発上がって数十発上がってたでしょだから周りから人来るようになってるんだよ仕組みあの一応アイテムって広告効果がメインだからね椿さんバーガーありがとうあの日はまあ一種のまあ,あ一瞬間的に2300いったけどでもその後まくったよ30分ぐらいで。 電通とあとゴロリさんが突っ込んだメールアドレスがヤフーのフリーアドレスだったところはもうすげえゴロリさんのいいところが出てたっていうか <laughs> そこをね結構見逃しやすいんだけどゴロリさんがずーっと名刺をこうやって見てて「ロハコさん電通 .yahoo.jp」yah って何ですかっていうあのツッコミは。 震えたよね、うん、柏木はだからそのなんだっけあの可愛い女の子ひなりと付き合ったって噂だよねほんとなのかなひなりまあひなりと付き合ったらもういいでしょ普通に働くでしょひなり可愛くない俺ひなり可愛いと思うんだけどだって柏木がさひなりと付き合うってもう一発逆転じゃん旅やめたよ ひななりりがさひなりと付き合えるかだって柏木が当たり大当たりでしょ大当たりねえかわいいじゃんねだって柏木そんなねえ普通だけど別にイケメンではないからさうんそうそうそうひなりはエセアカと付き合ってた子っすねもともと子とかの前にそれ考えたらね こうね左手にだってあいつほら女大好きじゃん柏木ってもともとバイキングに出てたしでもその後やめちゃったよねやっぱ芸人に戻ったんじゃないのほらもともと吉本やったりとかさあいつ芸能界に精通してたしなんか洋平君に聞いたんだけど結構ランク上らしいよ柏木がいたポジションって マドさん金梅さんのことどう思います金さん天才だね俺の中では金梅さんは天才いやこじってないですよ僕 VVY さん金梅さんは天才あれからワンワンとか知りましたワンワンはあの天使の動画が知らないだろうな天使の動画知ってる ワンワンが飯をこうやってはもう箸とかはもうパンツ一丁で T シャツでグでーンってこうやってやって弁当がこうお腹とかに乗っかって箸とかも,もうガチャガチャになってんの。でこうやって寝てんのね <laughs> で。でこうやって寝てる時に夜,夜中配信てんやてをグでーガーって寝てんだけど奇跡なんだよカーテンの隙間からフワーって光が差し込んでくるの朝日が。でワンワンが天に召されるみたいなもう本当に <laughs>。 <laughs> すごい絵面になって音楽なんか西洋の音楽がアテレコで入って「アメジングレイス」みたいなでファーって光に包まれてく動画があるのそれが超流行ったのねその動画だけどワンワンが消しちゃったんだよね柏木はもともと吉本の芸人さんだよはいワトツなんで旅やめたの、うんまあプライベートなことだけど一応やめたっていう結果だけ使えてる うんつうんだろう言ったところで信じてもらえなかったら意味ないし言ったところでさあげ足取られるだけだからやめたもんはやめたでごめんねって諦めるわっつって、うん、別に理由語ってもいいんだけど VVY さんがねえそれを信じたいのかどうかだと思ってるからアドンさんよりも頭悪すぎるけど。 どうかいや頭がいいか悪いかじゃなくてすっごいあ,あの人頭いいんだよ金梅さんってこと配信に関してはすっごい頭いいんだけどそれをね言葉で伝えたりとかするのがすごい苦手な人なのねてるちゃんびんも言ってたあの人天才だわっつってそれを説明したりとか一切しないのただなんて言うんだろうこの時これをやったら閲覧がこうなるだろうなっていうで金梅さんの頭の中では稼ごうとかないの 一切稼ごうっていうことではないんですよ閲覧が増えるか増えないかだけが指数のこれが金場さんのすごいところなんだよね欲がないっていうかもう本当に気違いすることしか考えてないっていうか VVY さん自分で宣言したことを最後までやりきらない人ってことでいいいいけどあの別にいいけど俺は別に VVY さんがそういうふうに俺のことを捉えるんだったら 俺はお付き合いいしたくないよその俺は俺で悔しい思いしてるしさその旅だってやりたかったのにできない理由があるわけよ。でそれをなんか宣言したことを最後までやりきらない人っていう見方をするんだったら別に僕は VVY さんとお付き合いする意味がないから、うん、それでも頑張れよって言ってくれんだったらまたの機会で一緒に頑張ろうぜって言ってくれんだったらさ頑張ろうと思うけどなえるだけだから。 せっっかかくしして楽しかったのにブロック入れますよ別にあの VVY さんとね応援しない人とお付き合いする意味はないんで僕はだ金杯さんは天才だよ本当に本当に天才あの時金杯さんがこれをやったのは正解だよねってやっぱなるもんね全部において全部においてそういう感覚はある フィルターがかかってるとさもうだから先入観があってこいつはこういうやつに違いないと思ってる人にはも何によっても無駄だと思ってるからだから VVY さん申し訳ないけど他行って俺配信大好きだよ配信は大好きなんだけどうん一部の人間だけだと思ってるよやっぱりその本当にすごい人っていうのは例えばそのなんだろうな 荒野とか見てても何だろうやっぱりそのニュー新しい世代の子だなっていう感じがするもんね理由をまず聞こうかあの態度がおかしくてあなたは僕に僕からあなたに話すことはありませんよあなたは僕に何かしましたかで僕はあなたと別にお付き合いする理由がないんですよ うん、なんでその態度なのかは僕には分からないです VVY さん、うん、あなたは受け入れる気のないものを上げ足を取るためになぜあなたに話さないといけないの応援する気もないフォローする気もないアイテムする気もないなぜあなたに僕が話す話さないといけないんですかおいクリスエスさんいらっしゃい和達あなたに何も話すことは僕はありませんよ 事件の時柏木が吉本芸人って知ってたの知ってたよ。元ね。現役じゃないの。辞めたっていうことは知ってたよ。もう出会った時から聞いてたから。うん、知ってた。で、その時、五ブ事件の時は実はソニーから勧誘されてて、ソニーと契約を結んでたの。で、俺がぶっ壊しちゃったの。ゴシャブ事件であいつは芸人、ソニーの、ソニーなんとかからあのデビューするはずだったんだよ。そう <laughs> だけど誤射ぶき事件が原因であの亡くなっちゃったのその話そうだよ俺が瑠帆さん紹介したのでもまさか本当にあんなことになってるなんて知らなかったよ俺は全く知らなかった全然知らなかったですねだからびっくりするよね何500億とか言い始めたりとか200億か 個人資産が200億で俺5億もらえるとか言って「何言ってんだこいつ」と思ってびっくりするでしょびっくりしないうんあリカちゃんも知ってんのびっくりするでしょお前それ本気で言ってんのって配信外で聞いても泣きながら「本気っすよ」っつって <laughs> え「えアコさんが500億200億持ってると思ってんの?」って「<laughs> はい」そう言われたんですよって 5億遺産もらえるんですよつって正気かよと思っていや本気で信じてんだよあいつネタじゃないんだよ俺も何回も配信外で確認したお前っていうかねむしろキレ気味だったの最初俺お前ふざけんなよみたいなネタぶっ込みやがってっつってお前台本雑沢ぐらいに説教したんだよ俺本気で本気で配信外でそのまず柏木は「和道もグルだ」って言ったのよ 要は和道は仲介料をもらってる100万円受け取ったみたいなわけの分かんないこと言っててで俺はほら600万の詐欺事件があるからそういうデリケートなのはやめてくんないって説教したのよ要はロアコさんが100万持ってるわけないしなんでお前を紹介して俺が100万受け取ってんのってでそういうネタはちょっと勘弁してくれっつって説教したらいや100万もらってるじゃないですかロアコさんにロアコさんが200億持ってるの知ってんすよみたいな 何言ってんのこいつみたいなやばいやばいやばいみたいな <laughs> もうで「僕だって5億欲しいんすよ」みたいな「和藤さんだからろハコさんと付き合ってるんでしょ」みたいな <laughs> でろはさんに聞いたら「僕は200億持ってますしね駐車場も新宿に」って始まったから「<laughs> ああやべえな」と思って「んなわけねえだろ」っていう。 ああすごいよね本当にねうんめんどくせえさよならブロックでーすいやんなわけねえだろうだよな朝日な朝日な朝日なってなんだろう朝日奈 いや俺は鮫島兄弟が締めたと思ってるよギュッとあれね多分ねみどりさんの予想だとダラダラ引っ張ってえあんの動画 <laughs> マジで YouTube だちょっと待って待って待って,待ってこ,れ <laughs> これ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 よくあったねあまだあったんだこれ <laughs> これこれこれ <laughs> あまだあったんだちょっと感動したわ光が差し込んでいってワンワンが光の中に溶け込んでいくんだよあったこれ奇跡だよねーまだあったんだ、うん、すごいでしょこれが俺がやワンワンは持ってるわっていうかワンワン毎日こんな放送だったんだけど <laughs> これはさすがに腹抱えて笑ったねどんどんもうほんと天国みたいになってくる <laughs> 光がどんどん後半飛ばしていってみる光がねもうすごいのだからワンワンって天使って呼ばれるようになったんだよこっからうん時々言われるでしょワンワン天使天使ってこれが原因なのそう神に愛された配信者だから まだ残ってたんだ。すげえわ。感動したわ。久々見たわ、これ。一回全部削除されちゃったんだけどね。おはよう、しげさん。ゴールデン議員さん、ありがとうございます。<laughs> ちょっと感動した。これでも数年前の動画だよ。ゆきさんね、俺の動画も上げててくれてた職人さんなんだよね。うん、昔の職人さんで。サムネも天使でしょ。 こ,このこれはワンワンがまだデビューしたての頃だよワンワンは面白いよワンワンは何だろうなワンワンの面白さ何なんだろううんワンワンはすごい、うん、持ってるね実力は多分トントンぐらいだとは思うけど、まあ、後発世代だからな それこそねあのー、持ってる持ってる人だと思うんだよワンワンはただそのワンワンがやっぱり大手になれない理由ってうーんとそのワンワンは自分のことアイドルだと思ってる節があるなその実際生で見ると綺麗なんだよあのケン直子とか言われてるけど実際生で会うと本当あれって思う時あんのだからね何だろう その配信のキャラと実物のやっぱモテるわけよ彼女は多分チヤホヤされてんのよリスナーさんにそのギャップでやられてるタイプなんだよね多分実際多分ね会ったことある人は言うよ「あのワンワン綺麗だよね」って聞いてごらんん <laughs> <laughs> もちろんあの子とかとかそんなく、あの全然比べてないよ。一般庶民でってことだよ。前言ってた竹本の、あ、残ってた竹本、残ってた。ありがとう、ゴールデン芸人さん。このね、ゆきさんっていう職人さんが優秀なんだよね。そうそうそう。この人がね、よく動画上げてくれてたんだよ。チンピラだな、俺。<laughs> チンピラじゃん。そりゃ詐欺、あ、これチンピラだね、どっからどう見ても。 <laughs> チンピラだわあそりゃ詐欺師だわこれ印象悪いわあチンピラだわ俺 <laughs> あ、こんな感じなんだやっぱ見た目って大事だねチンピラだよどっからどう見てもこりゃ人気出ねえわタバコ一本くださいよもう残してくれてるしね あ,あ、レイチェル懐かしいなレイチェル。懐かしい。このユキさんがね、よく動画上げてくれてたんだよね。ありがとう、ゴールデンゲインさん。そうそうそう。もうやめちゃったのかなゆユキさん。結構、だから、ワンワンとか洋平くんとか、それこそ、ね、なんか中堅どころを掘り下げるっていうか、この人は。 石野,とかね、石野にだいぶ入れ込んでた人なんだよねこの人ユキさんなんかアンチ化しちゃったんだよね、うん、レイチェルの熱いよねあいつもアホだったもんなレイチェルアホだったよな 顔面血だらけそう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 。<laughs> ぐっちゃぐちゃになってたもんね、顔面。うん、レイチェルが頭一つ抜けて人気があったとか、独自の世界観で人気あったね。洋平くん、噂も聞かないね。なんか、うつ病になったっていう、なんか <laughs>、そう、俺が知ってるのは、 あのー、家もらったじゃんでみんな羨ましい羨ましいってなってたけどなんかその彼女がどうのこうので民泊は女性禁止とかなんか瞑想をし始めてっていう話は聞いてたのよでも最後の噂を聞いたのが面白かったのが東京に帰りたいってぼやけ始めたっていう <laughs> こんな生活全然面白くないっつって。 あのもうリスナーさんに家を返して八王子に戻りたいってぼやき始めたっていうことを聞いてからなんかニコ生の公式出るか出ないかの時なんだけど <laughs> もう本音がついに出ちゃったんだよ <laughs> ぶっ壊れたっていうか <laughs> うーんあーそうなんだ洋平くんどうなんだろうねだからそれこそ変な言い方だけど洋平くんが減らった理由の一つに俺はあると思うよ やっぱ洋平くんの中で後輩っていうのはあるのよ絶対その俺の方が長くやってるしその俺は分かるのその荒野とかに抜かれた時の気分とかで分かるからだから洋平くんの方が長いじゃんキャリアもあるじゃんで実力もあるけど苦労したタイプじゃんそれがさあのちょっといい時悪い時はまた重なるのよなんかこっちがいい時こっちが悪いみたいな配信会ってうまくできてて で、洋平くんがそのね、ちやホやされてた時は俺全然食えてなかったじゃん。洋平くんも自我を保てるけどさ、なんか俺何やってんだろうってなってる時にさ、和道が100万稼いだぞとか噂で流れていくわけでしょ。それ嫌になるよね。それ繊細だよ、みんなやっぱり。うん、おやすみなさいみなみさん。ありがとうございます。おやすみなさい。だから、俺は洋平くん結構好きな配信者だから、 みなさんおやすみなさいうん,なん <laughs> うん何つうかその気持ちは分かるよね周りがうまくいってて自分がなんかうまくいってないよ心の問題なんだよね金とかじゃないんだよなんかこうやっぱりさあの稼ぎたい閲覧が欲しいってどっかによりどころを見出すわけよ配信者って。 閲覧、コメント数フォロワーの数あと収入、うん、で心のバランス取れなくなるとねやっぱり何やっても手応え感じなくなるんだよね低燃費と傭兵の口喧か低燃費ももう完全やめちゃったもんね低燃費可愛かったのにあんまり向いてなかったのかな低燃費美人だったよね 海老蔵さんと付き合ってたとかそういう感じだったっけ、うん、闇将軍はあれは世紀のさ大逆転だったんだよ大手になれたんだよなんであそこで突っぱねなかったんだろうだって牛丼混ぜ男で全国デビューってさなんつうのもうなんつうの配信者からしたらガッツポーズじゃん本来で言ったらその変な話だけど もう全国デビューなわけだあそこでやめるっていう闇処分のツイッターどうなってんだろう <laughs> なんでそこで心折れるのってだから本気でやっぱ持ってる人っておかしいんだよな柏木にしても何にしても本気で多分政治家の感覚なんだろうねだからなんかツイッター見たらさなんか本気で政治家目指しますみたいな最後の終わりでさ俺腹抱えて笑ったんだよね 4月の25どれだけ還元できるかかつて田中角栄、えー、竹下登先生のふるさと創生を再度復活させ主役は地方であるという考え方を復権させ 農業従事者、建設会社を含めた一次産業、二次産業が活 <laughs> 気を取り戻し、食と安全と第一の安全を重点に置いた人への投資を国家は進めるべきだと私個人は思います。く、く、点がないんだよなぁ。 なあやっぱり彼女ができて彼女できて幸せそうな顔だもんなあ<ー>なんか彼女できてね幸せそうだよね、うん、でもさ彼女ができたから配信やめますっていう理論はさそれさアイドル配信者とか女配信者の理論なんだよなだ柏木も女でやめたけどね なんで女ができてやめるんだろうなんかそれヨッサンが言ったらしいんだけどなんか何もない男じゃなくなったからだっていう名言があるらしいよねその守るべき何かを掴むと配信は足かせになるんだってでもそれって配信者じゃなくない <laughs> って思っちゃうの、うん、女の子とか付き合ってる人から嬉しいかもしんないけど 闇とコラボしまくってるよ何回もしてるよ何回もやってるよむしろ闇将軍が生まれて初めて配信コラボしたのって川崎陽平と俺なんだよあの陽平くんがお遍路でその後俺が旅配信でその入れ違いでやったんだよ、うん、だ闇将軍はその頃コミュニティレベル20いってなかったよもう爆破を繰り返して で闇将軍に俺アドバイスしたの爆破だけはやめなってそしたら大手になれるっつってでそれを守ってガーって言ったんだもん闇将軍要はネームバリュー的にもう絶対上に行くとでその爆破癖なんか47回爆破してるとか言っててうんそうそうそう,そう闇将軍にコミュ爆破癖をやめさせたのは俺なの だってさハトロダであんな帝王って呼ばれててネームバリューが異常にあるのにさずーっとコミュニティー10レベル以上になると爆発するんだもんあの人もったいねえよ <laughs> しかしまウ、あ、うだつ上がんねえなー一生中堅だよこのマウダゃ まあでも役割的にそういうタイプなんだろうなうんメインで回すタイプじゃないもんねも完全になんかもうオカルト深夜番組だもんな俺の放送な <laughs> そんななんかキッズとかさ女の子とかキャッキャキャッキャ言う放送じゃないもんねどう考えてもおっさんとおばさんがめでる放送だもんね見守るうん俺も楽しかったアットさんおやすみ 朝の4時か俺も寝よもうちょっと話したら寝よういや何とも言えねえよなほんとでもまあ俺からすると陽平君とか闇将軍とか柏木って今だから言うけど俺よりポテンシャルはるかに高いんだよ絶対にその面白さで言ったらさえ椿さんも寝ちゃうの 面白さで言ったら闇将軍川崎陽平柏木あと石野もそうだって石野は復活したから嬉しいんだけどこの辺がやめる理由が分かんなかったんだよねもう時代来てるのにっていう耐えらんなかったんだろうな これから誰の時代になってくんだろうな石野は最近ずっとやってるていうか明日引っ越してくるよ浅井さんの家に住むんだよだからまた石野とね家10分ぐらいで歩いての距離だから俺すっげーワクワクすんだよね <laughs> 悪い顔してるだろう,うん、もう石野と絡めるわと思って もう楽しみでしょうがなくて一種の多分今日引っ越しだよ浅井さんの家に行くよあそうだ俺夜中浅井さん来たんだ和道さんっつって寝てた夢の中でそんな記憶がある和道が面倒見るの浅井さん浅井さん浅井さんの家に住むの面倒見るとかそんな全然無理よそんなそんなでもまあほら ね、お互い閲覧も上がるし相乗効果ってあるんだよ石野は嫌がるだろうからあんまうざからみは今回はしないけどまあねそれでも近いからたまに飯食ったりとかできるし配信会で会うかな石野とは石野がよかったらねあんまり配信でもあんま被せない方がいいよねもう石野は石野で固定のお客さんがいるし。 面倒を見るとかかなないよなんかそういうあれじゃないあのキャラっていうか俺は本当に才能を感じててあの「こいつらに本気出されたら勝てない」っていう配信者若手後輩ね年齢若い子で言ったら石野と。 えーと石野プラス柏木だったのもう出会った時にもう分かったの面白さが桁が違うと思ってこの二人天然体質で柏木はあのネタも書けるけどど天然っていうのが面白くてで石野はネタは書けないんだけど天然のキャラクターだからリスナーさんがるると爆発するタイプなのよでこの二人には勝てないって本気で今でも思ってる柏木と石野だけ。 荒野とか見てても別にもう畑が違うわと思ってキャラかぶんないと思ってるからリスナーさんもかぶんないけど石野と柏木に関してはごっそり持ってかれると思ったね当時うん閲覧とか俺の方が上だったけどあ見ててももう,もう面白かった特にあの柏木のあのプロレスの道場破りとかもう最高に面白かったもんねあと「黒黒懐かしいな」<laughs> 黒黒黒,黒もうそろそろ復活しないかな黒黒,黒黒はもうレジェンドだからね <laughs> 99%アンチだからね <laughs> ブーメンとか呼ばれてて <laughs> うん石すごいよただまあ最近なんか囲われてるっていうかやっと理解者ができて花火師さんが寄ってきてるからまあなんか稼ぎそうな気はするよね まあ抜くんじゃないの俺のこと俺はあいつは全然実力あるから閲覧も花火も抜くと思ってるけどただまあ怖いのがねあの支援者的に回して干される可能性もあるから勢いで稼げる時にバーって稼いだ方がいいタイプだよね。 あー椿さんバーガーありがとうございます。バーガーありがとうございます。人の心配いいから和道だよ。和道さんが心配だ、むしろ。うんとね、よね。あー、バーガーありがとうございます、ワンクローさん。あのね、うん、言いたかないけど、言っていいっすか、じゃあ、ちょっと、月末だし。ちょっと、まあ、あんま心にとどめないでほしいんですけど。 あのね花がない <laughs> あのねもう見ててわかるの花がないんだよ圧倒的にこ、うん、ちょっと長くなるぞちょっと飲み物取ってくるわ花 <laughs> がないんだよ <laughs> あのねこれはねすごい深い話なんだけどあの花って生まれ持ったものなんだよ花っていうのは要は主役かどうかってことでしょでねまあねあの冷静に考えると主役じゃないんだよだからそのなんだろういかにその配信会で必要なパーツになるかどうかだと思ってて そこのどのパーツになればいいのかっていうのが模索してんだろうねそれはねもう分かってんの自分でもう主役じゃないなっていうそれに分かってなかったのが2年前だよねうんでねあとねその今心理的にどうなってるかっていうとコメントにさっきの2枠前ぐらいにあったんだけど言ってるの正解だよ、ね、俺気づいてんのあのね花火を上げたらどうなるのか とか応援したいっていう心理よりも花火を上げたくない雰囲気になってんの今多分お金持ってないわけじゃないのはうちのリスナーは花火も持ってるの現金持ってるの投げようと思えば投げられるのただね真相心理的に花火を多分ね投げない方が面白いんじゃないかっていう楽しみ方に変わっちゃってるんだよ分かるここではね主役 とはまた違ってるんだよそれがねだんだん分かってきてここでは主役っていう考え方じゃないのやっぱ配信みんないろんなところ見るんだよでみんなの中で2番手3番手なのよそれはあるんだよで俺はそれを変えていかないといけないのが仕事なわけじゃん花火を投げたくなるようなそれが手応えないんだよねそれが8月だったねむしろ ちゃんと雑談やってこういう風に今日楽しかったよってなったら花火飛んでたの今までだけど捨て頃あたりからイベントやらないとお前はご褒美あげないよっていう空気になっちゃっただからね正直言って捨て頃は出ない方が良かったんじゃないかっていうあのいやそれ便所さんディスとかじゃないのあの淡々とやっていくんだったらだよトークでだったらイベント系にシフトしない方が良かったとは思ってる だけどこれはもう俺はイベント出てよかったとも思ってるしそうそうおはようあのこの流れを自分でコントロールできるようになったらまた一皮むけるんだと思うようんもう一皮むけるっていうかそこのなんだろう初めての経験だから戸惑ってるいや良かったの良かったの良かったんだけどハードルは上がってるんだよ要は捨て頃クラスのことやんないと花火だからもう期待値が上がってるのそれは分かるでしょうよ なんか、もっっといけるだろうっていうその例えばなんつうんだろうわ <laughs> かるでしょ俺の言いたいこと永井先生どうなのもう,もう長井先生俺が語るレベルじゃないっていうかもうはるか上だからよくわかんないよキャリアが違いすぎる永井先生とかうなちゃんマンとか鮫島さんとかじゃないと語る資格ないから、うん、う俺はよくわかんないもう、キャリアが違いすぎる、うん ゃんんととかかささじでレジェンドクラスのキャリアを持ってるわけじゃん俺からすると大先輩なわけよ。業界も倍、3倍ぐらいやってるわけでしょ。うん、頑張るところが見たいっていうか、いや、頑張ってんだよ <laughs> そこ。そこなんだって。頑張ってないと思われてんだよ。それが腹立つんだよ。<laughs> めちゃめちゃ頑張ってるし、やっと足の、あのさ、足血に出てたんだよ。2週間ぐらい。 あの、高尾山で豆ができて潰れて剥がれたでしょその後謎の乾燥がして、ペキペキ割れてくの。<laughs> その薄皮だから。から血がドバドバ出てるんだよ <laughs>。それくらい体張ってんのに、なんか、なんか、まあ高尾山はなかったことみたいな。なんか、まあちょっと感動したよね、みたいな。すげえ良かったよね、みたいな。あと、あのー、カントリーマームも配信終わった後ゴバーって吐いて、もうなんか、チョコレートのゲロ吐いたことないでしょみんな。 それくらい体張ってんだよ俺だけどなんかなかったことになるじゃんそれそう温度差がねもうすごいのそう温度差がすごいのもうすげえ体張ってんのに生検月1万回も本当に体中痛いのよだけどそこじゃないみたいな感じになるのえどどうすりゃいいのみたいなすっごい俺辛いことやって ってるんだけどなんか評価があんまりなんかまあよかったよみたいななんか微妙だったけどみたいななんかもっといけるっしょみたいな <laughs> なんだこの空気感みたいななんだこれみたいな俺今月結構やったぞみたいな <laughs> そういう感覚はあるだから心折れそうになってんだうん 頑張るところいや頑張るところが見たいんじゃないよ。多分ねへばりついて泣かせたいんだと思うよ。なんか惨めにさせたいんだと思う。それ悪い意味じゃなくてそういう期待感があるんでしょ多分。なんかねあの体力ついたりねあの下手にそのなんつうの できるるるるのかかっってててら見てる方もちょとと冷めてるんだと思うこいつやっちゃうんだよなみたいなもっとできない感じのギリギリの感じを出してほしいんだと思うできるようになっちゃってんだよ歩いちゃうんだよねだから諦めればよかったのかなとかさあ PPAP いらっしゃい和道が頑張るところを間違えてるから和道が頑張ってるんで頑張るよって言われたそう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 でね旅だ旅だって言ってるじゃん あれ鮫島さんがポンプ入れてるからそういう流れなんだって言って言ってるけど別にねそんなに旅期待してないんだよわかるでしょそれ <laughs> 鮫島さんが言ってるから旅はっていうノリになってるだけで別に、ね、旅そんな期待してないんだよ <laughs> それ鮫島さん自身にもあると思うよ別に和道の旅配信そんな別に 見たいいと思ってないなんてななただそのなんかこいつが一番嫌がることを言おうみたいな空気じゃんわ <laughs> かるなんとなくあ、ね、台本とかないよていうか俺は台本を渡されたことはゴロリさんからしかないよ <laughs> ゴロリさん以外に台本渡してくる配信者見たことないよリスナーの過激な期待っていうかそのいや、うん そんんなななねね過激な期待とかじゃないんだよ,、ねノ,リなんだよね、ノリが噛み合ってないだけだと思ってる例えばね大阪行きたかったんだよ正直言うとだけど例えば今月も別の旅企画あったので決まってたんだけど流れちゃったんだけどそれはプライベートで本当にいろいろあるんだよそこは察してほしいのねあの俺にも大切なものはあるんだって うん、俺がやりたくないと本気で思ってるから嫌なのよ。あの正直言っていい。あの旅やったら稼げるんだよ。俺が一番やりてんだよ。ステッカー何枚売れたと思ってんだよ。俺が一番やりてんだよ、旅。はっきり言うぞ。1ヶ月100万余裕で儲かるわ、ステッカー代だけで。多分百150万いくわ。俺が旅一番やりてんだよ。 だからもうそれがすごい嫌なのもう、うん、儲かるんだもん <laughs> フォロワーも増えるんだもんなんで半笑い儲かるんだも違うんだよ、ね、本当に買ってくれんの <laughs> すげえ買ってくれんのすげえよくしてもらえるの生で会うとうまい飯干しそしてもらえるし <laughs> めちゃめちゃ接待されるしねうん 雑談で3万どれに勝てず基地で金梅に勝てず小事で石野に勝てずじゃとどこ行くんだよってなるんやんかうん配信で全てをかけるって言ってるのに行けない理由があるそれをさすることができないわけでしょ <laughs> いやまあ俺も見せてないからだけどやりたいのにやらない理由は うん、それで答えが出ないのが俺はよく分かんないの俺の放送をずっと見てきて <laughs> 俺の放送をずっと見てきてるわけでしょうでもまあ俺は今の選択が正しいと思ってる、うん、正直、うん、行かなくて正解だとは思ってる行ったら稼げますよ、うん、閲覧も増えるだろうし でも俺の心が折れるプライベートがダメになるだから浅井さんがさ言ったじゃん解放と飯食ってる時にあのー、配信も配信が良くなるためにはのんちゃんだよって言ったでしょ俺はあのー、今そういう気分なのあのー すごくのんちゃんと時間を大事にしてるので、ね、うん、うん、そう、まあ、だからもどかしいのはもどかしいよ、うん、おはよう麦さんでもさ俺がこのまんまダメになって配信で食えなくなったらねのんちゃんになって迷惑かかるわけだしさ、うん のん,ちゃんも働いてないわけだから食えなくなっちゃうわけだからさうんおやすみ椿さんありがとうバーガーまた来てねそうそうそうだからでもそれはそれで2人で考えていこうと思ってるからもうなんか1人で配信やってる感覚じゃないのよ正直言うと、うん、俺のんちゃんと一緒にやってるっていう感覚があるから 別にそののんちゃんは配信に理解がないわけじゃないじゃんそ,そのむしろ配信は好きな子だからうんだから俺はのんちゃんとやっていくようまくそこをそれこそねなんかこううまくできたらいいんだけどねうん理想の理想はのんちゃんと一緒に旅しちゃうのが一番いいと思ってるけどね <laughs> <laughs> 車でねでものんさんとその別れてとかそういうのはないよ俺ん中でうんだから配信よりのんさんの方大事にしてんだようんああさ,さんさんさんありがとううん どれさんはねあのー、もう企画じゃなくてそのパッケージができてるっていうか完成してるからほとんどだから捨て頃で年、ね、一回沸かせるでそのご意見番的なポジションもポンプも全部こなすって部屋の中で激そのだからちゃんまんと同じスタイルでやってくんちゃんまんより少しフットワーク軽くてっていう感じでやってくんじゃないんじゃないのかなうん。 そそうそうのんちゃんのおかげで今いるっていうのはあるんだよ。配信より今彼女を撮ってこうなったっていうのは自分で分かってるってこと分かってるよ。うん分かってる分かってる。でもそれはほらのんちゃんと俺がゆっくり気づいてる関係でもあるからだからそこは待ってよっては思うけどねなんで今旅に出ないといけないのっていうその毎日毎日その,のんちゃんと話してるし俺は。 そうでその何だろううーん俺今のんちゃんを優先してる部分あると思うよのんちゃんのせいにしてるわけじゃなくて自分で決めてるよそこは別にのんちゃんのせいにはしてないよでも結局その のんちゃん優先してるけど俺は答え見えてんのよダメになるっていうこのままでその時にのんちゃんがどう思うのかっていうのはどう体感しないとのんちゃんはわからないと思うの、うん、一番ピークだったから期待が高まってる時あのね正直ねそういうのはねあのいつでも作れる <laughs> それはあの流れがあんのよそれはいつでも組めるのよ別にやろうと思ったら 盛り上げるっていうのはそ,のそれこそ中堅まで行く配信者だったらみんなできるのさこの前も言ったんだけどよさブースタースイッチってあるのよ配信者の中でそうここでエンジンあのあるのみんな持ってるの荒野も光くんもみんなブースタースイッチ持ってるのよだからそうそれはあんまりピークに持っていくっていうのはむしろそれが仕事なわけじゃんそれはできると思うようん ただ一回気持ちは萎えるよねリスナーさん側の、うん、まあうまくやっていくしかないんだよねな時期が来たらやるよ今は時期じゃないとしか言い,言いようがないよね 時期じゃない。<noise> はいはい。 でもちょっと放送見たけど、ドレさんちょっと心配だね。あのー、多分結構来てるよ。うん、倒れっかもしんない。うん、ドレさんちょっと、あのー、心配だね。やられてると思うメンタル。あのね、耳がダメになってって言ってるじゃん。平行感覚なくなってって。あれストレス性だと思うの。 完全なで結構やばいと思うあのいろんなところ精神やられると結構ガタくるのよ実際そのなんつうのどっかしらがおかしくなったりすんのよでも多分ねメンタルがねやばい状態になってるんだと思うドレ、うん、さん倒れるかもね、まあ、実際ね天敵打ってるから倒れてるようなもんだけどこのままやったら倒れると思うよ俺うん どれさんも放送で言ってて俺の心配じゃなくて自分の心配をした方がいいって和藤が一番やばいって言ってたでいやーない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 あのー、なんだろうそこまではいかないあでもね俺ね来月ね下手したら10万いかないよもう終わるかもしんない普通にでもね腹はくくってんの正直あのプロ名乗れなくなってバイトでも始めようかなと思ってて に、うん、になったらダメになっったたら分かんないけどでもその腹はくくってるよいつでもいつまで続くか分かんない業界にいるわけだから全力でやってねその分稼げるんだったらそれでいいけど全力でやったって外れる時外れるからねただその体に関してはねさ 1>, そう1ヶ月入院したら食えなくなるからね配信者は体調すごい悪そうだ俺はだからそ自分のメンタル崩さないようにやってるじゃんどちらかっていうと150人見ててお葬式だからコメント走りゃいいってもんじゃないんだって 150人コメント書かなくても成立するっていう奇跡の放送なんだって <laughs> 俺だけだと思うよこんなにコメントないの150人ロム戦なんだよまあ世が今書いてるからヨ以外だよね <laughs> 150人がずーっとコメント書かずに見れる放送だから奇跡だよ <laughs> <laughs> 自分でも異常だなぁとは思う150人アンチってことなのこれはいやわかんないけど別にねあの減るヘルモザですかないよりはあった方がいいかんで、ね、閲覧はね アンチだろうが何だろうがでもアンチ属性の人ってコメント書かずにはいられない人だよねそんな人間辛抱強くないよ本当に嫌いなものをさ2時間見れるよ <laughs> 本当に嫌いなものを2時間黙って見れる無理だよ人間はそういうふうにできてない 俺は少ななくとも無理かな見れるのすごいね俺5分も見れないよ嫌いなものを見れないへえ一切ないわその感覚、うん、ありがとう 嫌いすぎるると逆に見れるすげえな俺はストレス溜まってできないけどなそういうこと。 ドの経済学は好きだったうんもう本読まなくなったからダメだよねだからさなんだろうこういうのを読んでたわけじゃんもともとその世,世のマネジメントとかさこれピーター・ドラッカー だけどもうこういうのが面白いと思ってたんだよ昔は自分の中でワクワクしたっていうかさだけどなんて言うんだろう配信で役に立たないんだよねこれ <laughs> これ経営者の理論なんだよねもちろん全てが役に立たないと思わないけどなんだろう これを俺が語ったところで俺はピーター・ドラッカーじゃないからアンチにネタフリをするだけだっていうことに気づいたのよ。俺じゃないんだよ。で、そうでしょ俺がいくらこれ読んでマネジメント語ったとしてもアンチにお前はピーター・ドラッカーじゃないよねって言われたら終わりなんだよね。だったらカントリーマーム食ってる方がまだマシなんだよ。っていうその悲しさ。 カントリーマームでも食ってろっていうねそっちの方が閲覧取れるし花火あがんだよ、ねうん、あ、全然頭悪くなってるもんねもっともっとね面白いんだけどね こんなのよりね威嚇くさい話してる方が閲覧取れちゃうからねコメント走るしだからいい意味でも悪い意味でも配信者じゃないんだと思うよ多分配信的じゃないんだ,だ向いてない職業だよねやっぱりその配信者一番遠いところにあるっていうか 配信向いてねえよやっぱりそれはすごい思うカントリーマアム取ってくるわ在庫がいっぱいあるから在庫が。 とかすごいと思ったあー好きなんだよねなんか写真とか映像とかがどれさんが俺の心配よりお前は自分の心配しろだってはーい了解でーすって言っといてまあそりゃそうだ

ニコ生やったじゃんまだびっくりしたことがあってもう5年やってるんだけど俺の一枠目の1コメント目の人まだフォローしてくれてたよニコダマをびっくりしたよまだロムって見てるんだよすごくない一枠目の 1>, 1コメント目の人がまだここにいるって考えたらすごくない金八さんダークナイトパクったの <laughs> 早えなあほんとだ寝れない行為でやってる <laughs> パクったっつか前からやってたよ久々に引き出し出したんだ いや結構泣けるんだよねそういうの会ったこともないし本名も知らなければどんな様子なのか LINE もやったことないしだってせつなさんだってチキントレーダーさんだって椿さんだって俺は見たことも会ったこともないんだよでどの小手半だったかも昔何回も変えてるわけでしょサムネと名前をあの手この手で。 サブアカでアンチコメント書いてブロックされてって何回もやってんでしょお前ら俺はどこの誰だか知らないのでしょでもずっと見てるわけでしょみんなはなんだかんだ言って好きなんだとかじゃなくて今でもそのやり取りを覚えてんの1コメント目正確に言うと2枠目なんだけどいやバレたじゃなくてわかるそれくらいわかるでしょ 余談とかいうレベルないんだよもう。一コメント目で30分喋りました。二コメント目に「こんにちは」って。「お兄さんコメントなかったけど」<laughs> 30分頑張って話してたからつい書いちゃいました」って。「私ロム線なんですけど」って。ずっと放送見てるんでお役に立てるかもしれないですけど。って。お手伝いしましょうかって。で、それこそ乃木編とかわかる 乃木編って若い子来るでしょたまに乃木へっぺんとか書いてある男の子来るでしょあれはその人と10日間ぐらいずっとやり取りしてたのやチャットみたいになってたのその中で来たのが乃木編とかだったのでその子たちが来るようになったからいなくなった要は論戦に戻ったのでそれが今でも見てくれてるの い,やいいいや話とか言うわけじゃなくて俺はさだから世がいつから見てるいつから見てる例えば俺のこと世はねえ150人見てて世はお通夜かよって笑ったけどそうじゃないんだよ150人にそれぞれ俺に思い入れがあってもらってんの思い入れがなかったら見ないんだよ嫌いだろうが好きだろうが何だろうがお通夜だろうが何言われても構わないけ みんなの中で好きな配信嫌いな配信が俺の中にあるわけでしょニコ生から見てるわけじゃんもう古いわけじゃん。でしダ、うん、ークナイト」が 俺の放送そんなに見てなかっただけだったよ。 それもう昔からの悩みなんだよ俺知ってるじゃん閲覧とコメントが比例しないタイプなのは答え分かってるぞニコ生から見てんだったら異常にアクティブ少なかったな、うん、でしょもう古いんだからお前が一番分かってるだろって ニコ生なんかさ、だから、10人とか20人とかさ、コメント書いてないの。だから普通の人は20人しかいないと思ってるんだけど、俺のパソコンにボールがさ、野球のボールがバーンって当たった瞬間、ブワー,ーって、わら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 。見てるじゃん。なんだ、500人ぐらい見てんじゃねえか、みたいな。うん ワドで笑ったのはダークナイトが正直初だわって言った後ミュウツーへの対応は面白すぎてビール吹いたわってどういうことだよ二回笑ってんじゃねえかよなんでダークナイトが初って言った後にミュウツーへの対応面白すぎてビール吹いたんだおかしいな初めてじゃねえじゃねえかよ2ネタ出してくるんだどういうことだよ あ,あそういうことかそういうことねでもさお前らが面白いっていうネタお前ら金持ってねえんだもん <laughs> 知ってんだよお前ら金持ってないじゃんキャッキャッキャッキャしてる最前列でコメント書くやつら 金持ってんのさあコメントでさあ <laughs> 頼むよすまんって <laughs> 認めんの早 <laughs> 心折れんの早。<laughs> あ、なんかごめんちょっとしたジャブのつもりだったんだけど思ったより椿が効いてしまったから、うん、あ金はあんの、うん うん <laughs> 謝んの早かったすまん <laughs> <laughs> ないんかいフ、うんフフフ 青山なんか楽しそうだよね今な青山めちゃめちゃ楽しそうだよねブルーマウンテンきたねあいつ人生謳歌してるよねちゃんとしたゲームにアイテム投げる3日後のダークナイト <laughs> サービスっていうかあいつ優しいんだよなすごいヤミーんの家にクリスマス集合かけてください、うん、やんないやんないやんないおあのつ 闇闇全然そんな関わりないよ1回2回コラボしただけなの コッペが百三十九ってないよ、これ。なんでコッペがこんなに辛なんだ。なんだ、これ。あ、くもん流と揉めてんだ。くもん流 vs コッペとか、めちゃめちゃ面白いでしょ。 1>, な1年ぶりくらいじゃないのこんだけ閲覧はんのか。へぇー、和のマネしたアイテムタイムしてる、過疎が配信してる。へえ、俺もうアイテムタイムやめったんな。アイテムは普通にもらうわ。 スランク超えたか。<laughs> BGM 流して踊ってた。へ<ー>いいじゃん。 結局ね側を真似するとかじゃなくてね才能あるやつは何やっても花火投げてもらえるから誰がやるかなんだよ誰がやるかだからそれで花火もらったんだったらそいつはそれでいいんじゃない あんま面白くなかった閲覧が上がってる時にファンに変えられたらね強い配信者なんだけどねリスナーは障害者で生活保護だから投げれないって煽ってるあんまり気分は良くねえわななんでかっていうとコッペはまだ社会人としてまだ成熟してないわけじゃん大学生とかでしょ あのコッペが言ってることって冗談で言ってるかもしんないけどガチで障害者の人と生活保護多いっていうのは分かってないんだよ。うん、っていうその心の痛みが分かってないやつだから結局本当に反感買うんだよ俺はそこはすごいデリケートだと思うよ。 俺も実際生活保護だったしその生活保護私も受けてるんですっていう悩みとか障害抱えて大変なんですっていう悩みをずっと聞いてきたからその配信を楽しみにしてる人の中には歩けない人心に病気を持ってる人生活保護の人っていっぱいいるんだよでその煽りははっきり言ってただ敵に回してるだけだよね、うん、多分見てて不快になってるだけだからうん あんまりよくないと思うそれこそアンチになっちゃうよねなんか人の心の痛みの分かんないやつはダメだよ説教する 説教しに行くからだ？じゃあ暇だからあいいあななあ。あれ？コッペがいない。あれ？コッペがないの？あれ？コッペってどこあれ？コッペがいないあいた？ そうですね。なん、なんですか。なん、なん、なん、そんな過激な態度と。何、障害者はずい。いや、あの、突発的に思ったからですよ。え、何、障害者は死ねって、なん、なんでそんな考えにいた。いや、だから、まあ、障害者は死んだ方がよくないですか、だって。例えば、障害者ってさ、三種類あるのゃ、うん。四種類、あるんだけど。ね、なん、なんすか。みおは、子供の障害を抱えている人と。 あのえそれ障害者って言うんですかなんか障害者ってえ別に4種類あんのよ本人でなんか別にね親のことですよねそれい<や>その本人が障害さえ抱えてなかったら別に障害者じゃないですよねうんあのまあいいや身体障害者精神障害者、うんうん、えっとあとなんだ知的障害者あとその子供子供が障害を抱えている時にもらえて、はい、そう4種類あんのよ それは俺分かんなかったっすあのそんなにああのねあのね障害者の子供を抱えてる親も一応そういうのに分類されるっていうのは分かんなかったっすけどいやこ親が分類されるわけじゃなくて子供がその障害者手帳を、うん、その親が申請したらもらえるってことだから、うん、親,親っていうわけじゃないよ子供が障害を抱えてる人もいるわけじゃんでそれ全員死ねって言ってんの いや別にあの、障害を持ってる人を全員死ねって言ってるわけであって、なそういうなんか関係ない人まで、別に死ねって言ってるわけじゃないですけど、あなたも分かりますよね、別に、あなた、障害者じゃないいですよねいや俺、障害者手帳三級持ってるから、俺も含まれてるてとか言ってるけどあの、なんか不正受給ですよね、あなた、だから分かりますよね、障害者じゃないけど、一応、障害者手帳っていう、そういうあのなんかものだけ持ってるだけであって、あなた、障害者じゃないですよね、だから分かりますよね、僕の気持ち。 いやだから分かんないから電話してんのよ。あのね、障害者。いや分かんないってのはどういうことだ,だから、障害者手帳を持って、受給していなくても障害者っていっぱいいるんだよ。はいはいはい。分かるいやでもあなただって別に障害持ってないでしょなんかその不正受給でしょあの、生ポなんか受給してた間はいや、生ポと障害者手帳全然関係ない話だから。 なら、あなた別にいいじゃないですか。障害者じゃないけど、なんか、あの、受けてたんでしょじゃあ。いや、だから、障害者だから手帳持ってるの。うん。うん、ね、ね、あの、でも、でも違うでしょなんか、あの、そんなさ、産級なんて、確かなんか、あの、精神科とかを、なんか、半年通い続けたら、一応、もらえるんだから。もらえるんじゃなくて、受給資格があるのね。 それも障害者3級持ってるからっつってあの必ずしも障害者っていうわけではないじゃないですかそれもにわか知識なんだよまず障害があるっていう証明を1年間以上ね1年前からそういう症状が出ていて最低限病院に通ってる期間が半年間なのうんわかるまあそれはいいとしており、うん、まて、あまあ、とりあえずあ病,病院通ってねあの半年間なんか障害者でさなたみたいな医者に言われてたわけでしょ あまずお前は障害者の定義を分かってないんだよ、自分で書いてるけどいやもうわわわかってないっていうか、パッと見て分かるじゃないですか、どういうこと、なんで障害者に死んでほしいと思うのか、教えてよいや、もうだからもう、なんか、なんだろうな、なんかその障害者って、その障害者ってものを利用して、私は障害者なんで、あのなんか特別扱いしてくださいみたいないう傾向にあると思うんですよ、大体が。 どういやいやそういうやつらばっかなんでもあの障害者死ねみたいな感じでタイトル取ったんですよだから障害者死ねっていうのはお前の考えなのは分かるのよ障害者死んでもらいたいんでしょで死んでもらいたいかを聞いてるの俺は、うんいやま、だ邪魔だからもう俺からしたらもうそんな,やつな何が邪魔なの いやもうだかからなんろいろ障害者がじゃあ例えば俺の放送来ましたでも、私、障害者なんでまあこうこうこういうことみたいな空気読めないんですよ、基本的にあの別にこういう関係ない話をしてる時もも自分の病気についてもうぐだぐだ語ってくる傾向もあるしそれ,それはそれ例えですけどそれはさあの話が噛み合わないんですよ。 それはその人の問題なわけじゃんその人に対して個人的に殺意を湧くんだったら俺は口を出さないのお前の,お前のタイトルは「障害者全員死んでください」って言ってるわけでしょ。 うーんとか言ってりますけど、もうなんか、障害者が来られても、会話成り立たないんで、もううざいっすよ、普通に考えて、会話成り立ったら障害者じゃないじゃないですか、あの言語障害も何もないっすいやだから、それは障害、精神障害者の区分なのか、だから身体障害者の区分、例えば腕がない人とかもい,いるとするじゃん。まあまあ、それは身体障害者ですよね。そう <で>らそういう人とかでも、なんかあの心の爆弾みたいなの抱えてて、闇とか持ってるんで、自己主張激しいんですよ。そういう自己主張って、健常者の俺からしたら、もう何にも分かんないんですよいえ,いえ、それは健常者の人も持ってるわけよ、別に心の闇は。まあまあ、一応持ってますけど、ある程度健常者だったら、まともな精神持ってるんで、うん、抑えるときは抑えようとか、もう本当、空気読めない人だったらまあ空気読めないかもしれないですけど、抑制はできるじゃないですか。 抑制はそれができないのがもう障害者なんですよだからだからそれでハンディキャップを負ってるから障害ハンディキャップを受けてるわけでしょだから障害の定義甘いんだよまずね生まれもって先天的なのか後天的なのかさておいて腕がなかったり、うん、その脳みそが一部欠損していたりとか目がなかったりとか喋、うん、れなかったりっていう障害ハンディーを負っているとね、うん。で まともな仕事に就けなかったり社会的なハンディキャップを負うのはわかるよねそのまあね普通の生活はしづらいよね,いよねそうだよねその分を国が補填しているっていうのが障害者制度なのだから手帳を発行してるのいその上でフラットなの立場わかるわ <laughs>、うん、かるでお前はその,まその障害者を全員死ねっていうのはどういう論理なの とか言いますけどいやそうす、それはお前が言ってることだから、殺すとかも言ってるんでしょそれをだから説明してよいや、だから邪魔だからですよ、普通に考えて和道さん、なんか枠取ってて、なんかアンチ、なんかすごいブロックするじゃないですか、それなんでかって邪魔だからでしょ、俺はそれと同じで、ちょっと待って、待って、てって待って殺すとは言ってない死ねとも言ってないよ、俺。 いやそれはまあ、範囲の問題からしたら、俺の方が言い過ぎかもしれないですけど、まあ、邪魔じゃないですか、それは変わらないじゃないですか。だったらブロックすればいいじゃん。配信者なんだから。自分の放送荒らされたと思うたら。ブロックすればいいけど、確かにもうこんだけ人いたら、なんか、切りないからな。だってさ、俺の、ちょっと待って、ちょっと待,待って、待って、分か,からないから聞いてるの。俺のリスナーさんにも、障害を抱えてる人っていっぱいいるんだよ。で、お前はそれを殺すとか死ねとか言ってるわけよ。ああ <laughs> 俺も含めて,てでしょ、うん、それおかしくないい,いやおかしいってだって,だって和道さんが普通に考えたあのアンチ邪魔じゃないですかあのなんでかって和道さんはいやアンチの話してないの,の、まあ、そうじゃなくてんそのなんでその障害者全員死んでくださいっていう結論に至るのなだからそれはお前のさ考え方が未熟なんじゃないの邪魔だからだからだからそれがさががれ一部の一部の話を通じない人に ね、嫌なことをされたのは分かったんだけど、なんでその障害を持ってる人全員を殺さないといけないのいや、殺すはあ、まあまあ、確かにその殺すつもりはないですよ、あのそれは殺したらまあ捕まるから、ただ、あちょっと煽りとして、閲覧稼ぎとして言ったま,まででやって、まあ、あんまりあのそういうことを突き止められたら、俺もまあちょっとネタだとしか言わようがないけど、閲覧稼ぎでやってしまったと、<だ>それは分かった、じゃあ、今度、ちょっと待って、配信者として、じゃあ、今度聞くね。 お前が思ってるよりも、ね、あの障害を抱えている人って多いんだよ、例えば精神障害者っていう区分で言ったら、何人に1人が精神障害者手帳を持ってると思う、何百人に1人ぐらいだと思う、まあ。でもなんかねあの、そういう病気とかっていうのは、まあ、もうななんか3人に1人か4人に1人かな、なんかそういうぐらいなんか抱えてるって言ってるんで、障害者。障害者手帳っていうのがある 精神病で障害者手帳をね国から正式に発行してるのって何百人に一人か知ってる知りません何人ぐらいだと思う予想でいいよググらなくていいまあなんか多分俺の予想だけど5人に一人とかじゃないですかじゃあ5人に一人殺すの、うん、精神障害者だけでいや殺すっていうのはそれは煽りですよただまあ話が通じない人はもうみんな邪魔なんでもうなんか来んなみたいな意味で俺はもう煽りでこうやって殺すぞみたいな言ってるわけであって そこはまあなんかマジにならならいででくだださい。い配信者かからわるでしょ。いやだからそ配信者でっていう話をするんだったらなんでそのお前が5人に1人だと思ってるリスナーさんを敵に回すようなことをしてるのかがよくわからない俺はいやだって邪魔な人は邪魔じゃないですかだってあなただって和藤さんだってアンチばっかが俺の,あの俺のじゃねえわ和藤さんの放送来てるわけでしょそいつら全員邪魔じゃないですかそれと同じですよ アンチの人はブロックするけど、俺は、うん、ね、いや、もうそれと同じですよいや、同じじゃないんだって、お前は殺すっつってるし、お前死んでくれっつってんのいや、それは、俺は、を俺は普通に自分の権利でブロックしてるだけだから、わかる、うん、うん、いやだから、それはもう、なんか、いらつかせるため、うん、もうなんでかっつったら、もう邪魔な人を、もうそのままブロックするのもなんだから、もう、いらつかせてブロックしたい、うん、あの性格が悪いんでね、僕ね。うん んなんか性格悪いんで、うん、あの最初、俺がこうやって暴言吐いて、イラつかせて、その後なんか言ってきたらブロックしようかなと思って、この枠取りました、ただ、閲覧がもうめちゃくちゃ来たんで、もうなんかもう、なんだろう、もう切りなくてブロックできません、こんなに湧いたら。で、今の状態があるわけであって。うん うういうことですよ、ね、その配信者として要は閲覧稼いで要は釣りをしてブロック入れるためにやったんだって言ったけどさ配信者としての寿命で言ったらさ、うん、誰がお前にさ応援しようと思うの,のいやわかんない俺あのこ,この間こういう放送やってた時に例えばね例えばねコッペ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 いくよね、はい、まあさっきお前5人に1人精神障害者手帳って言ったけど正確には40人に1人の計算なんだよ精神障害者だけで言ったら。 ね、あそう,なんですかそう手帳発行してるだけで意外と少ないですねいやクラス一クラスに一人ぐらいいるから結構多いぞ <laughs> うん、うん、まあ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 人数から、ね、だってさお前学校40人ぐらいクラスメイトいただろ、うん、いましたねその中で保健室に通ってなかなか授業参戦しない子とか家で引きこもってた子一人ぐらいいるだろクラスとか隣のクラスとか小学校の時はいたでしょ小学校の時いましたそう、うん、その子に対して「殺せ」って言ったしその、ね、子供を抱えている親御さんとか親戚さんとか 友達とかだったら例えばお前の友達に障害を抱えてる人がいたとしようお前の友達にね、はい、でお前の友達が知らない人がさ障害者なんか全員死ねばいいんだよって言った時お前かばわないのいやーまあそれはどうでしょうねなその障害者がまあいい人だったらお前,お前の周りに障害者いないのいま,いませんよ友達いないんで僕いないです だから親戚とか家族にいないいいないななのす、それはお前がすごい恵まれた環境にいるんだよ40人に1人って結構な確率でいるんだよ、はい、ああまあそう,そうですねそうだろう、うん、確かにそれはありますねそれを考えた時に250人が来て怒るのは当然だと思わない謝った方がいいと思うよ俺うーんまあ確かにでもなんか和道さん あれじゃないですかなんか、一回、障害者を笑い物に、なんか、したみたいなこと、なかったですか何、障害者を笑い物にしたって、具体的ななんか、例えば、ちょっと待ってくださいね。あの、なんかホ、ホームレスの、ホームレスじゃないわ、なんか、その、なんか、家でしたか、なんかどうかわかんないですけど、あの、女の子がいて、で、その女の子を、なんか、あなたの身内の浅井さんって人が、なんか、どっかの施設連れてって、で、なんか、 あのその浅井さんがなんかホームレス連れてってみんなで合唱してみたいなのを和藤さんがなんか見ててでそれで笑ったみたいな全然違う全然違うまず浅井さんは<れ>ねホームレスの人にご飯を配ってる「光の合唱団」という会を毎週開いてるので俺がすごい友達で、はいね、放送で回してほしいって言って、ね、2年間の付き合いがあって。 ね、放送ゲストで録画をしてほしいって言われてたのでその時に浅井さんが道端で倒れてる女の子を助けて連れてきたのだからお前は言ってること全然違うでそれを助けてなんかホームレスがなんかたくさん来たんですよね違うよもともとホームレスの人がたまってお弁当を食ったり音楽を楽しむところを、ね、映像を撮ってくれって依頼をされてたのでその日たまたまね道端で血だらけで 倒れている人は浅井さんが雨の日にこう今からご飯食べさせてあげるからおいでって言って誘ったのお前がそういう間違った解釈を広めてるだけ。 えその映像を後からなんかツイキャスとかで流して後からじゃていのの後からじゃないの、その日、生放送してるのタイムシフトで録画したのを見てるだけのそのだからタイムシフトを後からなんかそのツイキャスで流して、なんかはははとか、なんか笑ってたっていうのは普通に楽しいことがあったら笑うでしょ。まあ お前はそうやって人のことをねよく知りもしないのにあざ笑ってるのとは俺もが違うのそのそろ,そろ見たことあるんですけどなんかでも楽しそうに笑ってるっていうかなんかこいつらおかしすぎだろあんおかしいだろっていう笑いだったこと、ね、それはお前がそういううがった見方をしてるからお前のフィルターのお前は障害者のことをそういうふうに見てるのだったらなんで俺が今日も浅井さんが遊びに来るのそういうふうに感じたらその人たちもお付き合いしないでしょ だからお前がそういう目で俺の配信を見てたの。だからお前はそう,い,そういう目で。だから、だ,だからお前は障害者全員死んでくださいとか軽率な発言ができるの。わかるいや、あの、そうやって言いますけど、俺はもうなんか、ははは、こいつらわらわらみたいな感じで笑ってましたよ、俺の。こいつらわらわらって俺当事者で言ってるんだよ、その場に。 で俺、今でも、当事者で行った場面は分かれますけど、その後その映像をなんか、あのー、なんかツイキャスで流して、笑ってたっていうのは、俺、ちょっと見ましたけどね。だからツイキャスで笑って、別に楽しいことも全然あるから。いや、だから楽しくて笑ってる感じじゃなくて、かだからそれはお前の会社で合唱してるところみたいな、じゃあね、じゃあ,ねじゃあ聞くよ、話が全然違うじゃん、はい、まず前提となってる条件。 まず放送もちゃんと見てないで、お前はパッと5分ぐらい見て笑ってるところを見てね、あ,あ、和道さんがこの障害者の女の子を連れてきたんだ、ああホームレスをそこに呼び寄せたんだ、全然前情報が違うじゃん。 俺は今ちゃんと説明したよ。もともと浅井さんっていう方が。いや、だからお前は何にも把握してない状態で、そうやって5分間見て笑ってるところだけ見て、障害者バカにして笑ってるんだっていう、間違った解釈をしてるんでしょ。お前じゃあ2時間全部見たの。ちょっと待って。じゃあその放送を2時間3時間全部見たの、お前は。全部見ていやからそれ前後は見てない、ね。見てないよね。で、無責任だっつってんの。うん、お前の軽率な発言とかそういうところから来るんだっつってんの。 俺は人間関係があるから浅井さんとかと今でもお付き合いがあるわけカラオケの会とかでもいまだに放送やってるのでああ浅井さんが放送今ふわっちで始めてるのも俺との付き合いがあるからでしょんなんでお前がそれを俺がガロ、ね、だ,だからそれはおかしいよ間違った情報を広めてるんだから広めてるっていうかもう初めて感想を言ってるわけであってるだからお前の情報は間違ってるっつってんの えー、でさらに言ったら更に言ったらお前の方が不快なの俺からすると配信者全員死んでくださいって俺も含まれてるし俺の友人や俺のリスナーさんとか障害を抱えてる人全部馬鹿にしてるで俺あの配信で言ったことないかもしれないけどねあの腹違いの弟で柔道の障害抱えてるんだよ本当に大変なんだよ、うん、お前はそれを死ねっつってるようなもんなんだよ だから謝った方がいいよって言ってんのそういうつもりで炎上させるつもりで言ったんだったら謝った方がいいと思うよ今後配信続けるんだったら、まあ、そ,れそれはねあのね確かにあの俺の配信自体はおかしいだろっていじゃあ,あとは自分で考えて見守るからお疲れ言いたいことは言ったからこれは説教ですよいやこれはさすがにコッペが100%悪いと思ってるうん お疲れこれはさすがにコッペが良くない。絶対。<laughs> そのネタにしいい部分を範疇を超えてるでしょ。俺こんなタイトルで放送やったことないもん。障害者全員死んでくれとか。うん、これはやりすぎ、うん。別にそれで本人が受け入れるっていうんだったらいいよ。本当に死んでほしいと思ってるんですよって。 絶対逮捕されるからこんなのそ,それくらいポリシーがあるんだったらいいんじゃないただネタなんすよって言ってるわけじゃんそこは謝った方がいいよ絶対全く別問題でしょ俺が笑ってるっていう分これはリスナーさん怒るよ ネタのレベルを超えてるよ完全に完全に超えてる、うん、心が欠けてる障害者だろううんだからなんだろう腕がない人が例えば知的障害を伴ってるのかって言ったらそうないなアバがプレゼントありがとうございます いや、言っていい範囲を超えてるでしょ。その、例えば、その、和藤さんバカにしてたじゃないですかって、俺がやってたら、じゃあお前やっていいのかっていう話でもないし、俺はまずそこで、障害者のことをバカにしてないし、まず俺も障害者だし、うんうん、障害者年金を無駄遣いしてる人がいます。ほう。どういうことだろう。 だから例えばじゃあアンケートを取ってみようか障害者手帳を持っている人ははい持ってない人はいいえで、えー、あじゃあもしくは障害者手帳を自分が持ってるもしくは自分の友達や、えー、家族に障害者手帳を持っている自分が持ってるか周りの人で持っている人ははい持ってない人はいいえで、えー、今アンケートをつけました自分もしくは自分の周りに障害者手帳を保有している人ははい で全く自分の周りには障害者いませんっていう人はいいえでアンケート答えてください。はいといいえで。どれくらいいるのかっていうのをおしあの見てみよう。自分もしくは自分の家族自分の友人に障害者いる人ははい。で、えー、ない人はいいえ。いや、これはさすがにちょっと度が過ぎてるでしょ。いや、まともかコッペがまともかまともじゃないかっていう議論はどうでもいいんだよね。あいつはもう。 成人をししてるわけでしょ二十歳超えてるわけじゃん。だからそこは自分の発言には自分でねあれするべきだから。みんなアンケート答えてくれたうんアンケート答えてくれた、えー、自分もしくは自分の周り家族とか友人に障害者の方がいる人ははい、えー、全くいないということ人は言いいえね。 回答数45じゃあ50あと5人投票したら、えー、やりましょうかじゃあ50人超えましたアンケートの結果です60%いるわけだ、ね、この60%の人を敵に回す行為でしょう もしくは、その40%の人が全員コッペの意見に賛同とは思わないけど、うん。少なくとも60%のさ、240人,人ってさ、60%近くの人、60.4%か、の人を敵に回す配信をやってるわけじゃん。絶対やめた方がいいよね、うん。うん。で、殺すまで発言してるわけでしょ。もう手遅れでしょ、こんなもん。 不快だよなただただ不快、うん、これはちょっとひどいよね、うん、別に障害を抱えてる人の中でトラブルは起こると思うよそのコッペに対して嫌がらせする人もいるとは思うけど全員死ねっていうのはちょっと強弁だよないくらなんでも